言い方がきついかい？ただ本当のことを言っているだけさ。それを受け入れられない者こそ、もっと自分の問題を反省した方がいい。遅い。急がなくてもいいのよ。
痛がっちゃいないの。手を見下ろせ。お茶と同じく丁寧に味わってこそ本来。ただ改心したいっちゅうんなら、おどけながら子供たちの前で鬼のふりして花火大会を盛り上げてくれたら見逃してやっても。よいみや、もうとっくに行っちゃったよ。は？超うちの話最後まで聞き